腐敗カビとは、卵菌類の一つの属である。水カビ的に、水生生活をするものもあるが、陸上において、植物の病原菌となるものも多い。腐敗カビは、卵菌門腐敗カビ目、腐敗カビ科に属する生物である。無性生殖に、有層子を形成する水中生物であるが、土壌中でも、生育可能である。また、生きた植物に感染するものもあり、 一部は栽培植物の病原菌である。名前はこの他に学名でパイシアムもしくは金書きでピシウムとも記される。その体はよく発達した菌糸体からなる。菌糸体を構成する菌糸は核壁を持たない、いわゆる多角体である。無性生殖は有層子により水中で形成される。菌糸の先端に球形、楕円形、あるいは 不定形の膨らみを生じ、その基部に隔壁ができる。これが郵送指能である。その内部が次第に多数の部分に分かれて、それぞれが郵送子の形になる。それぞれの郵送子がある程度はっきりした形を取ると、郵送指能の先端に穴を生じ、そこから郵送子が出てくる。ただし、すぐに泳ぎ出すのではなく、郵送指能の穴から伸び出した袋の中に入る。 この袋をいただ機能と言い,い、透明で濃く薄く、中で有層子が泳ぐにつれて変形する。しばらくそうやって袋の中で有層子が動いているが、やがて袋が破れると有層子は一斉に散らばっていく。それらが新しい機質に付着すると菌糸を伸ばして新しい菌糸体を形成する。有層子脳は水中で形成されやすいが、植物に寄生している場合には、 宿主植物の表面に形成される。土壌中であっても降水時など水がある条件下で、有層子が形成されるようである。この有層子は、やや曲がった楕円型で側面から弁毛を2本出している。前に向かうものが羽型、後ろのものが鞭型で、この形と構成は、水かび類における二次有層子にあたる。なお、一部の種では、有層子脳から有層子が形成されず、 発芽管を出して菌視体に発達する例が知られている。パイシアムサルケイテムの有性生殖器多くの種は自家和合成なので単独株でも有性生殖が観察できる。一部に自家不和合成のものもあることが知られている。通常は無性生殖が始まってしばらくの後に有性生殖器官が形成される。有性生殖は卵菌類一般と 同じく配偶脂脳接合による、菌糸の横へに形成された生卵器に細い、菌糸状の造成器が接合するものである。蔵卵器の中に形成される卵胞子の数は1個だけである。当初は蔵卵器の中は多角であるが、中央に多数の核を含む卵細胞質が、そしてその周辺に卵に含まれない、周辺細胞質が分化し、全者が卵胞子となる。 造成器は細い禁止状だが先端が膨らみ、この部分が接合する。卵胞子の中には多数の核が含まれるが、それらの経過には様々なものがある。一般にはここで減数分裂が行われ、配偶子の接合によって服装に戻るものと考えられているが、具体的な経過は多様である。当初の核のうちの一つだけが残り、それが、 減数分裂するものもある。あるものでは少数の核が残り、それらが減数分裂をした後に一つの核が残る。造成器も多核であるが一核を残して退化し、それが減数分裂を行うので四核が含まれる。そのうちの一つが卵胞子の核と融合する。生卵器の中に周辺細胞質が生じるのは水かビ類との違いの一つである。 卵胞子は厚い膜に包まれ、多くは一定の休眠の後に発芽する。発芽は、発芽感を生じる場合もあれば、包み脳を形成し、その内部が有層子となるものもある。なお、有性生殖器官は、水中、土中、植物組織中にも形成される。水中及び土壌中にごく普通に生息するものである。朝のみを釣り絵とする、釣り絵法でたやすく分離でき。 一般に、コーンミール寒天媒地、ジャガイモ人参寒天媒地、朝飲み寒天媒地で培養する。特別な栄養要求性はなく、有機物を分解する不正菌であると考えられる。しかし、条件によっては生きた植物を攻撃する場合があり、時には、苗たち枯れ病等の病原菌となる。特に湿ったところ、排水の悪いところに苗を密に植えたような場合には、 全面的に苗が腐ってしまうような被害を与えることがある。菌糸は根から植物体に侵入し、植物体は地面付近から南化して腐る。菌糸から毒性のある物質が出ている。可能性が示唆されている。種によっては感染対象となる植物の範囲が広く、不正的に生存可能である。特に P。 アフニダーメイトムフィッツップが宿主範囲の広い種として知られている。世界的に分布し、キュウリ、カボチャ、トマト、ナス、ホウレンソウ、インゲン豆、天才などに病害を引き起こす。この種は生育適温が35セッ40度と高く、被害も気温の高い時期に多い。ありがとうございます。